て家に戻り、ベランダでタバコを2本。これが燃え尽きたら私は吸い殻を注意深く隠し、シャワーを浴び、精油を焚き、夫のケータリマンを振り、彼の帰りを待たなければならない。タバコは浮気と同じという彼独自の調理論。私がタバコを吸うのを知ると彼は涙ぐんで怒り、私はもう二度と吸いませんと同じく涙ぐんで誓う。誓うのは簡単で、裏切るのはもっと簡単。タバコは6本目の指と、そんな風に言ったのはどの女優だったの。彼にとってはタバコは他の男のペニスなのだなと、それを加えながら考える。この間野良猫に餌をやっている住民がいるが、住み着いて困るからやめろと、アパート全戸のポストに管理会社から手紙が入っていた。私は配下の女が餌をやっていたのを知っている。ガラガラ、ベランダの扉を開け、ザラザラ、さらにドライフードを入れ、パンパン、皿を叩いて猫を呼ぶ。顔も知らない女。私は猫なんか好きでも嫌いでもないが、いいぞどんどんやれと2階から声援を送る。町内放送が聞こえる。また地方老人がいなくなったらしい。